阪神甲子園球場は、兵庫県西宮市甲子園町にある野球場。通称、甲子園球場、または甲子園。阪神電気鉄道が所有している。西宮市に、全国中等学校優勝野球大会の開催を、主目的として建設された、日本で最初に誕生した大規模多目的野球場であり、収容人数は、日本の野球場の中で最大である。 日本プロ野球セントラルリーグの阪神タイガースの本拠地球上であるほか全国高等学校野球選手権大会及び選抜高等学校野球大会というに大高校野球全国大会が戦前から優先的に開催されており日本国内では野球の聖地と称されている名称の一部である甲子園は先の二大高校野球全国大会の通称にも使用され そのことから、野球の大会のみならず高校生の各種全国大会や全国各地域が競うイベントなどにおいて、例々、甲子園のようにその大会、イベントの名称として使われることもある。また、大学野球の試合にも使用され、毎年春、秋に開かれる、関西6大学野球連盟と関西学生野球連盟リーグ戦の一部試合が、投球場にて実施されている。 野球以外では、アメリカンフットボールの全日本大学選手権の決勝戦である甲子園ボールが開催されている。2007年秋より、老朽化対策、耐震補強、快適性の向上、環境への配慮を目的に3年計画でオフシーズンのみの改修工事を進め、2009年春に球場本体の改修工事が完了、2010年春には、 外交整備工事を完了させ、大幅にリニューアルした。また、2008年からは、野球場としては日本では、珍しいオフィシャルスポンサー制度を採用しており、2015年3月、現在は、朝日ビール、東芝、水野、三菱電機、セブンイレブンの5社がスポンサーとなっており、いずれの企業も施設命名な内市球場設備に関わっている。紙テープ、紙吹雪、 ウェーブによる応援は常時禁止されている。また周囲が住宅地であるため、周辺環境に配慮して午後10時以降はトランペット、太鼓を使った鳴り物応援は禁止となる。ただし阪神省理事の六甲おろしは午後10時以降でも合唱される。この球場の広さから、関西では敷地などの面積を示す際に、海洋単位として、甲子園球場古分という表現が使用されることがある。 なお、阪神甲子園球場は1995年に阪神電気鉄道により商標登録されており、2012年には甲子園も同様に商標登録されている。1935年当時の甲子園球場、ガイアスタンド改築前の姿対象年間に始まった全国中等学校優勝野球大会は豊中球場に始まり、第3回大会から、 兵庫県向古鳴な村にある、鳴る球場で開催されていたが、人気の高まりにつれ同球場の仮設スタンドでは、大勢の観客を収容しきれなくなっていた。後に試合中に観客が、グラウンドになだれ込んで試合が中断すると、この事態を重く見た、主催の大阪朝日新聞は、本格的な野球場建設を提案。また、鳴る球場の所有者である、 阪神電鉄も、ナルオ球場と同じ鳴尾村に流れていた猿川と、枝川を廃川とした後にできた埋め立て地の開発の一環で新球場の計画を進めていて、利害関係が一致した。当時国内にあった野球場では参考になるものがなく、かつてニューヨークにあったニューヨークジャイアンツの本拠地、ポログラウンズをモデルに設計されたと言い入れている。 完成するまでの名称は枝川運動場だったが、大正13年が、実感12市の最初の組み合わせである、甲子年という縁起が良い年ということもあり後に、甲子園大運動場と命名。非公式は1924年3月11日に行われ、同年8月1日に春公式が行われた。当初は、陸上競技場や、球技場としても利用されることを念頭に設計された。 ため、グラウンドは三角形で、ポール際のコーナーが丸みを帯びるという形状で、中堅119内し120メートル、両翼110メートルに対し左右中間が128メートルもあるという現在の目から見ても課題と言えるサイズとなった。さらに1934年には、ホームベースがさらに9メートルほど下げられたため、同年の日米野球に出場したベイブルースをして、 トゥーラージと驚かせている。開設当時はまだ外野も土のままであった。また、スタンドは5万人収容と交渉され、グラウンドの内野に当たる部分のみが鉄筋コンクリート製であり、現在のアルプススタンド、外野スタンドは、土盛りの上に20段の木造スタンドがあった。内野席全体には、鉄山が設置された。コケラ落としは、阪神間学童運動会で、同年夏から、 全国中等学校優勝野球大会の会場となった。また、大阪毎日新聞が主催していた日本フットボール優勝大会や選抜中等学校野球大会も翌年から開催されている。建設当時の甲子園球場は時代の先端を行く施設でもあり、水仙トイレ、カレーライス、コーヒーが評判となった。球場完成後も周辺の開発が 阪神電鉄によって進められ、遊園地、動物園、水族館、総合競技場、テニスコート、競技用プールなどが設けられ、阪神電鉄のものではないがそれより前から存在していたナルオ競馬場とゴルフ場を含め、一帯は阪神館モダニズムを代表する一大レジャーゾーンとなった。総合競技場は大運動場が野球場としての形状を見直しによって、 陸上競技場や球技場としての機能を分離したものである。甲子園大運動場から甲子園球場に名称が変更された時期は定かではないが、この時期である可能性が高い。球場は改良が進められて外野に芝が張られ、現在のアルプススタンド、外野スタンドにあたるスタンドが増築され、交渉収容に、スタンド増築の際にフェアグラウンドの形状が変更され、 現在に近い形となって、ほぼ野球専用となった。それでも当時の日本の野球場としては広大であり、小柄で非力な日本人選手の体型とボールの品質の低さもあって、本類だが極端に出にくいことで知られていた。また、1935年には所有者の阪神電鉄によって大阪野球クラブが設立され、甲子園を本拠地とした。ただし、 フランチャイズ制度が導入される以前は、ホームゲームを本拠地で行う習慣はなく、阪急西の野球場や、高楽園球場と共に、各球団が使用していた。しかし、太平洋戦争が激化すると野球どころではなくなり、大日本学と体育振興大会を最後に、中東学校野球が、1945年1月の正月大会を最後に、 プロ野球が戦中の使用を終えた。球場や周りの施設は軍が接収し、グラウンドの内内野は芋畑、外野は軍のトラック駐車場、スタンドはバックネットから三塁内野席あたりまでは日本臓器工場、一塁側あたりは普通海兵養成所、三塁側アルプスあたりは対戦音響研究所、一塁側アルプスあたりは川岸航空機倉庫と陸軍輸送隊。 レフトスタンドはコアベアリング工場、ライトスタンドは阪神青年学校になった。また鉄産も金属類回収例のために教室を余儀なくされている。周りの施設も川西航空機の工場やナルオ飛行場などに転用された。1945年8月には空襲を受けている。また機重装車による攻撃も幾度か受けており。 弾痕が残った鉄皮が2007年に撤去されるまで長らく関係者入り口にあった。終戦後は、ナルオー工場とともに米軍に接収され、1946年は、プロ、中等学校の各種野球の公式戦の開催ができず、代わりに、阪急西宮球場で行われ、選抜大会は中止となった。翌年には、 スタンドの一部とグラウンドの接種が解除されたため、春と夏の中東学校野球、プロ野球が再開され、甲子園ボールも始められた。なお球場全ての接種解除は1954年まで待たなければならなかった。ホームランを増やすため、プロ野球再開のシーズン途中にラッキーゾーンが日本で初めて設けられた。周りの施設の土地は住宅などに転用されたため、 阪神電鉄関連のレジャー施設はプールと場所を移した遊園地のみに縮小された。1948年にはプロ野球においてフランチャイズ制が暫定導入され、大阪タイガースが甲子園球場を専用球場とし、自前の大規模球場を持たない南海ホークスとともに主催試合のほとんどを甲子園球場で行うようになった。 南海電鉄は中本球場を所有していたが、中本の立地条件が悪いため、戦後からこの年までは公式戦を東球場を呼び、阪急西宮球場で開催していた。ただし南海ホークスの使用は暫定的なもので、1950年から名目上のフランチャイズであった大阪市内に新設された大阪、スタジアムに移転した。二リーグ分裂後、初めて行われた。 パ主催試合1950年のセパ2リーグ制になってからは、阪急西宮球場が阪急ブレーブスの本拠地となったため、パリーグの試合はもっぱら西宮球場で行われ、東球場は阪神タイガースを中心にセリーグの公式戦のみが行われる状態が続いた。2リーグ分裂後に東球場で行われたパリーグの主催試合は、 2011年の東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ戦が初である。その後はナイター施設の新設や座席、スコアボードの改修がなされていった。特に1976年からは数年かけて座席の更新が行われている。またグラウンドの大きさの見直しもあり、1991年にはラッキーゾーンを撤去した。 このように当時の基準に合わせる改良が幾度も行われたが最新の球場に比べて施設の老朽化や陳腐化は避けられずまた建物の対応年数を考慮するといつかは建て替えもしくは全面的な改修をしなければならないことは明白だったそのため1990年代初頭には阪神電鉄首脳がドーム球場化を念頭において アメリカの主要ドーム球場を視察して回った。当初は赤字だった阪神パークを閉鎖して、その跡地と周辺地を加えた用地にドーム球場を建設する計画で進められていったようであり、実際に1993年には西梅田再開発事業が終了する10年後をめどにドーム球場の建設を始めることを検討しているという報道がされている。 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、スタンドの一部に亀裂や崩落が発生。基礎部分の検査が行われたが問題なく、この年の選抜大会を前に亀裂や崩落箇所のみの補修が行われた。住民感情に配慮して、第67回選抜高等学校野球大会の中止も検討されたが、予定通り開催された。 この地震の被害やバブル崩壊により、阪神電鉄は事業計画を見直すこととなり、阪神パークのある場所でのドーム建設計画は正式発表されることなく白紙撤回された。その後改めて球場本体の構造強度の検査結果を踏まえ、後期はシーズンオフ3期に分割し、基礎部分を残して大規模改修をすることとなった。2004年7月には、 西大阪線延伸事業が一段落する2008年のシーズンオフを目途に着工し、2010年以降の完成を目指すという構想の概要が報道されたが、正式発表は2005年11月となり、着工は2007年秋からとなった。2010年春には全体の工事が完了した。正面チケット売り場付近、改修工事前の撮影。 球場外壁を覆うつた正面チケット売り場付近、改修工事前、ツタの伐採後の撮影。取り除かれたツタの代わりに、緑のパネルで覆われている。正面チケット売り場付近、改修工事後の撮影。新装後、ガラス張りとなった球場正面、ライトスタンド入場口周辺の光景。甲子園、須佐のお神社前から撮影。年月日に、 基本構想として正式発表された。改修に関する主な構想は下記の通り、工事時期は以下の通り、ドーム紙送りに関しては高校野球界から青空の下でプレーできなくなり、高校野球にふさわしくないとの反対論が続出していた。また、収容人数を減らすことにより、今以上に阪神戦のチケットの競争率が高くなり、 球場へ見に行けなくなるファンが今よりも増えてしまう可能性があるため回収するのなら増席をするべきだという意見もあった。なお、この回収により2007年から2009年のシーズンは阪神がホームとなるポストシーズンのゲームを甲子園球場で行わないことが2005年11月の実行委員会で了承された。なお2008年まで阪神の監督を務めた。 岡田昭信はこの球団の対応に対し苦言を呈している。実際の大体開催先は以下の通り。試合ではないが、毎年オフシーズンに行っていたイベントも場所を変えて開催された。2006年7月に蒸気基本構想の後期を短縮することが発表された。変更後の工事予定は以下の通り。これにより2008年シーズンも球銀さんが維持され、 球場本体は2009年3月までに完成することになった。また改修に先立つ形で2007年2月に、また外壁の工事はシーズン中も行われた。2007年オフから予定通り工事を開始し、2008年3月11日に大林組より引き渡しを受け工事完了となった。内野スタンド部の構造は、 改修前とは大幅に変わり新築同様となった。工事以前の構造を確認できるのは主だった柱ぐらいである。これまで観客用の回廊だった1階が関係者専用エリアとされ、2階の回廊と3階の回廊が観客エリアとなった。また分園化も図られ、喫煙室も新設された。後に無観客で行われた練習試合において、グラウンドと ダグアウトとの段差が90センチメートルもあることや、高列のベンチに座ると天井が低すぎるなどの危険性を選手側から指摘されたため、ベンチを前にずらすなど手直しを行った。これ以外では特に問題はなく、3月22日に第80回選抜高等学校野球大会で内野エリアのリニューアルオープンを迎えた。2008年5月には、 第2期改修の変更概要が発表され、同年10月より工事が開始、翌年3月12日に大林組より引き渡し、完了。アルプススタンドには2回回廊、外野スタンドには1回回廊が追加され、観客用施設面積が増やされたほか、銀山とサブスコアボード、照明が変えられた。また、外野の観客動線の変更により、 スコアボード下にあった外野中央門が廃止された。銀山の下には法人会員制のロイヤルスイートとリボン上 LED ボード、甲子園、ライナービジョンが設置された。この改修で野球開催に関する球場本体の改修はすべて終了した。また入幼児を伴う観客への利便性向上のため、託児所、授乳室が新設された。 2009年10月から翌年3月まで行われた第3期の改修では、銀山上部の太陽電池パネルの設置、グッズや軽食を販売する売店基地棟の設置、広場など各種イベント開催スペースの拡充、球場外野の外周道路の床面に、レンガブロックの敷設など、試合開催には支障をきたさない工事が行われた。この工事に付随し、甲子園歴史館が、 外野席下にオープン。また、外周道路のレンガブロックは、シエンネーミングブリックメンバーズとして、ファンなどから購入者を募り、ブロック一個ごとに購入者の名前や短文を、刻印して付設された。ジェット風船を使用した応援スタイルが定着阪神、電鉄本線、甲子園駅の臨時改札口を出て、約20メートル先に設置されているモニュメント甲子園。 球場上空からの撮影。国土交通省国土画像情報をもとに、作成バックネット裏を覆う、銀山と呼ばれる大屋根、時計台形のスコアボードが特徴。かつては、球場外周の外壁がツタに覆われていたが、リニューアル工事に伴って、一旦取り払われてから再植栽されている。右側から、一塁側アルプススタンド席、外野席、スコアボードズタに覆い尽くされていた。 旧外野スタンド外壁一層式にもかかわらず、収容人員4万7千人以上と、非常にスケールが大きい。内野席側の規模はそれほどではないが、外野席は、他球場の倍程度の規模で、全収容人員の4割程度を占めている。時に、阪神タイガースの新外国人選手が、開幕前に、球場フィールドに足を踏み入れて、非常に大きな球場だと驚く様子が、 関西のスポーツ新聞で報じられることがある。座席は緑色系統で統一されている。開場した頃はグラウンドの内野に面した部分のみが鉄筋コンクリート製であり、現在のアルプススタンド、ガイアスタンドの位置には、土盛りの上に20段の木造スタンドがあった。その後1929年にアルプススタンドが1936年に、 外野スタンドが内野スタンド並みに改築されている。またファウルグラウンドの規則改正のため当初の設計より内野スタンドとアルプススタンドは全体的にグラウンド側に増築されている。そのため内野スタンドとアルプススタンドは最前列がグラウンドレベルになっており、戦前にはすでに現在のフィールドシートのような座席となっていた。通常グラウンドレベルにある 本類広報のアナウンス室などは半地下となっている。三宅修士によると、三宅が阪神タイガースに入団した頃は一塁側内野スタンドの下に二軍選手の合宿所があった。佐々木晋也も自身が湘南高校時代に出場した第31回全国高等学校野球選手権大会で当初の宿舎があまりにひどかったため途中から 球場スタンド下の2軍船主用合宿所に宿舎を変更してもらったと語っている。なお、選手の宿泊施設は後に専用の合宿所、トラフーソーが球場向かいの甲子園七番町に建てられ長らく、使用された後、阪神・鳴尾浜球場完成とともに同式地内に移転している。内野スタンド、アルプススタンド、外野スタンドはそれぞれ分かれた構造となっており、 リニューアル後もその構造を引き継いでいる。このうち内野スタンドとアルプススタンドは2階と3階がスタンド内の通路でつながっており、現在では内野席であれば通路内に限り1塁側アルプススタンドから3塁側アルプススタンドまで自由に移動ができる。また、それぞれスタンド間にはグラウンドから球場外まで通じる通路があり、リリーフカーの出入りや 観客の退場路などに使用されている。2007年からの改修後は、選手などの関係者向け施設は、内野スタンドとアルプススタンドの1階に集中している。以前は、アルプススタンドの1階のほか内野スタンドの2階部分、外野スタンドの1、2階部分を関係者エリアとしていたが、スタンドの観客向けの施設を増やすために各所に移動している。アルプススタンドは、 もともとは通称であったが、現在は、正式名称として使われている。この通称は学長直後の夏の中学野球の折、白いシャツを着た観客で超満員の球場内を見た、当時の人気風刺漫画家、岡本一平が、朝日新聞での連載記事に、そのスタンドはまた素敵に航空圏得る、アルプススタンドだ、上の方に、は万年雪がありサウダの一文をつけた、 風刺漫画を載せたのが由来である。これには一緒に観戦していた息子の太郎がふとつぶやいたという説と登山家の藤木93がスタンドをアルプスに形容したのを一平が伝え聞いたという説がある。このアルプススタンドの部分が内野スタンドと分かれていて座席が背もたれなしのチョイス形式となっているのはプロ野球球団の本拠地球場の中では唯一 甲子園球場のみである。またガイアスタンドは拡張後に同じく朝日、新聞市場で、ヒマラヤスタンドと名付けられたが、あまり普及しなかった。放送席や記者席は、バックネット裏にある。リニューアル前は中段にあり記者席の後ろにも、観客席があったが、リニューアル後は最上段に寄せられている。記者席、ラジオブースの入り口は別のところにあり仕切りもあるため、隔離されているが、 テレビ放送席は特に仕切りがない場所に仮設される。高校野球が行われる場合、NHK 大阪放送局、MBS テレビ、朝日放送テレビのそれぞれの放送席に大会公式ポスターが数枚貼り付けられたパネルセットが仮設される。放送席、記者席ともに開放型のため空調はなく、激しい雨が降ると、特にテレビ放送席では風向きによっては、 雨粒が入り込んで濡れることもある。プロ野球公式戦開催日に限り、バックスクリーン手前にある、ビアガーデン、ココナッツガーデン内にホームランボールが直接着弾すれば、レシート持参で、試合当日の営業開始時から、着弾時までの飲食代全額が返金になる、サービスが実施されている。ただ、ここまで飛ばすには150メートルの飛距離が必要なため、 これまでのところ着弾はなく実施されたことはないが、このサービスは2020年現在でも継続して実施されている。座席区分、編集三類アルプス席から休場を望む2009年、改修後の一類側内野席内野は、バックネット裏のグリーンシートを中心として、外野スタンドに向かって、IB シート3740席、ブリーズシート3683席、 アルプススタンドのアルプス席と続いている。グリーンシートと IBC ーートブリーズシートは銀酸化にあり、中、上段であればう展示でもほぼ傘をささずに感染が可能である。ブリーズシートは2013年まで IBC ーートであったが2014年より新たに独立した名称が与えられた。ちなみに IBC ーートの IBC とはツタを、ブリーズシートのブリーズとは浜風を、 それぞれ意味している。さらにフィールドシートとして、グリーンシートの下部に、東芝シート、IBC トブリーズシートの下部に、SMBC シートを設けている。これらのフィールドシートの名称は、ネーミングライツによるものである。2008年から、ネーミングライツが設定されており、SMBC シートは、当初、水保銀行シートで2008年からの5か年、契約であった。 SMBC シートとなった2013年からの契約内容は非公表である。なお他の多くの球場とは異なり、フィールドシートには防球用の金網があり、さらに後列との往来は制限されていない。また、2009年からは銀山真下に法人向けの個室、ロイヤルスイート、三塁側内野席上段に、 掘りごたつタイプのグループシート、三ツヤサイダーボックスが設置されたが、仕様はプロ野球開催時に限られている。2012年からは一塁側内野席上段にも、同様の三ツヤサイダーボックスが4人用6組と5人用5組の49席が設置された。なお、三ツヤサイダーボックスのネーミングライツの契約内容は明らかにされていない。通常、甲子園球場では、 スタンドの段数表記は1段、2段と数字表記であるが2012年シーズンから座席間違いを防ぐため東芝シート、水穂銀行シートのみ A 段、B 段というアルファベット表記に変更された2013年からセブンイレブンジャパンと命名権を締結したシートとなるセブンイレブンファミリーシートとセブンイレブンエキサイトシートが新設されたチケットも提携している チケットピアノミで販売される。2014年からは、ブリーズシートの一部に、セブンイレブンツイントリプルシート、一類及び三類のアルプスシート上段に、ポンタデッキシート、年間予約席の SMBC シートの一部が、クッション性が高くなって、両サイドを通路とした、SMBC リラックスシート、グリーンシート上段の、パノラマボックスの4種のシートが追加された。 この変更に伴い、座席数は47,757席から47,541席に変更となる。2016年からは、IB シートブリーズシートの上段の一部を改装し、床を全面クッションしようとした5から6名収容のボックスシートと2名掛けシートのブリーズペアシートを新設したことで、 定員が33名減少して47,508席となった。ボックスシートに関しては2017年度からは半球半身グループの一つである半球半身ポイントがネーミングライツを取得しシート名が S ポイントボックスとなる。外野はバックスクリーンを隔ててライトスタンド側ライト外野席とレフトスタンド側レフト外野席に二分されている。 2006年からは、レフトスタンドの一部に、ビジター応援席が設置された。詳細は、当該項目を参照。プロ野球ウエスタンリーグ公式戦の開催日においては、基本的にバックネット裏のグリーンシートと、東芝シートのみ開放される。全席自由席で、2017年時点では、入場料は大人1000円。高校野球においては、春の選抜大会では、 全席自由席だが、夏の選手権大会では2018年の記念大会より初めて前売り指定席が導入された。プロ野球公式戦における、グリーンシートと東芝シートが中央特別自由席、または中央特別指定席となり、IBC とブリーズシートと SMBC シートが一類特別自由席、または三類特別自由席になる。なお、 アルプス席は名称はそのままであるが、出場校の関係者が優先となる。外野席は選抜大会では従来より無料開放されているが、選手権大会では2018年の大会より有料化され、また満員の際は入場制限される。改築前の座席区分は、フィールドシート部分がボックスシート、IB シート部分がイエローシート、ブリーズシート部分が オレンジシートであり、グリーンシート部分は今より狭いものであった。また、席の色は緑、黄、オレンジとそれぞれ名称別に塗り分けられていた。2001年シーズンまでは、アルプスを除いた内野席上段部全体を内野へ指定席と設定し、緑色のシートが設置されていた。ただ、オレンジシートのメンテナンスは、イエローシートほど行き届いておらず、 色が合せたり傷んでいる椅子もいくつか見受けられた。なお、野球以外の催し物では、スタンド部分の座席区分は、プロ野球と同じになる場合がある。銀さん、編集リニューアル前の銀さんリニューアル後の、銀さん銀さんは解説当初、鉄さんと呼ばれ、内野席全体を覆っており、その素材から大鉄さんと呼ばれて、さらに1930年には女性客の人気を狙って、 アルプススタンドまで拡張された。しかし、第二次世界大戦中の1943年に、鉄材教室のために取り外され、その後1950年までの7年間は、青天井の状態が続いた。その後1951年に、ジュラルミン製の銀山として復活したが、1.3類内屋席の半ばから、ネット裏の客席にだけの解説当初より小さいものが、 設置され、1982年にはアルミニウム合金製に吹き替えられた。2009年には4代目のガルバリウム鋼板製のものに掛け替えられた。商品名は、ヨド川製高ヨドルーフ180ハゼ。大きさは開設当初と同じ大きさであり、アルプスを除く内野席全体を覆っている。銀山の下には個別の観覧席であるロイヤルスイートがあり、その壁面下部に、 リボン状 LED ボード、甲子園、ライナービジョンが設置されている。また2台目の銀山からは中央に外野席向けのサブスコアボードがある。2010年には屋根状に太陽電池パネルを設置し、同年3月1日より稼働を開始した。パネルはホンダ技研工業の子会社、ホンダソルテック製で、推定発電量は年間19万3 0 0 0ワッ h 銀山を支えるための柱は客席内に建てられており、後ろの客席からは柱が邪魔になるため感染しにくくなっている。なお、台を重ねるごとに下段側の柱は髪型に映っている。銀山の屋根下中央部に高校野球での試合開始終了などを知らせるモーターサイレンを設置している。このモーターサイレンは坂国電気製の音が当た銀山の中央部には 野球中継で使用するために、このカメラは2台設置されているため、地上波の並列中継があっても、それぞれ1台ずつ使用できる。銀山の上に上がったボールは、そのまま雨戸を通って、ロイヤルスイートの屋根の上に落ちるようになっている。2007年8月時点のフィールド回収後の、フィールド現在は、中堅118メートル、両翼95メートル、 グラウンド面積約1万3000平方メートルと交渉され、左宇宙間は118メートルということが公表されている。2007年オフからの改修以前は、中堅120メートル、両翼96メートル、グラウンド面積1万4700平方メートルと交渉され、左宇宙間は119メートルあると言われていたが、この数値には長年疑問が呈されており、 例えば野球場研究家の沢柳正義は、著書、最新野球場大辞典で、中堅118.1メートル、両翼94.7メートル、左右中間117.9メートルとする数値を発表していた。甲子園球場は落成以来たびたびを行い、フィールド等の形状が変更されてきたが、それに伴う、不動産登記の合筆は行われておらず、 法務局にすら正しい図面が存在していなかった。1991年には、ラッキーゾーン撤去に伴い測量が行われているが、この時の記録は全く残されておらず、球場自身も正しい数値を把握していなかった。結局は、回収に伴う実測により2008年に、グラウンド面積の数値が、2009年に、中堅、両翼の数値が、現在のものに改められた。 すでにグラウンドは改修によってやや狭くなっていたが過去に遡って13,500平方メートルだったと訂正された。しかし、阪神タイガースオーナーの坂井也は、それでもフェアグラウンド面積が日本プロ野球球団の本拠地中で最大と主張している。フェアグラウンド面積の大きさの根拠としては左右中間から両翼寄りの広さが挙げられる。外野フェンスは、 ソフトボールのフィールドのように本類を中心とした半径118メートルの円弧を描く形状でファウルポールの近くで急角度に絞り込まれる。これは国内の他の球場には見られないもので左右中間からポール手前にかけては回送前の甲子園球場の交渉。ファウルグラウンドはかつての交渉地からしばしば広大であると言われていたが実際のところは千葉マリンスタジアムや 札幌ドームに及ばないものであり、さらに2007年オフからの回収で、累戦及びベースから60フィートという規定に近いところまで削られている。2014年11月11日に行われた日米野球シリーズ日本プロ野球80周年記念試合阪神巨人連合軍隊アメリカ大リーグ選抜の親善試合ではマウンドホーム付近を赤土ブレンドに変更し、 ダートサークルを設置、ウォーニングゾーンを褐色に着色するなどの措置が取られた。ナイトゲーム時のフィールドグラウンドの広さはしばしば変更されている。1934年7月にはファウルゾーンの広さの規則改正により、ホームベースをバックネット裏方向へ移設し、両翼の数値こそ短くなったが全体はさらに広くなった。1936年には、 ガイアスタンドの改築とアルプススタンドのグラウンド側への増設に伴い現在に近いものとなった。1950年代などの写真ではセンターと左宇宙間の3箇所に390フィートの表示が確認できる。ラッキーゾーンは1947年に設置され1991年まで使用された。当初、高校野球時には取り外していたが、 1949年の夏の大会からはそのまま使用していた。設置中には幾度か位置が変えられている。1976年には内野スタンドの改造に合わせてホームベースを移設、中堅120メートル、両翼91メートルと交渉されるようになった。また、この時、ラッキーゾーンを従来より前にせり出す回収も行われている。 1991年オフには、ラッキーゾーンを撤去、一部は、甲子園歴史館と甲子園球場に近い、兵庫県立西宮今津高等学校の中庭に保存されている。グラウンド整備は、阪神電鉄市会社の阪神園芸の手によって行われている。内野は、国土、外野は、フェンス際を除いて、天然芝で、外野フェンス際とファウルグラウンドのうち、 内野スタンド沿いには人工芝が貼られている。と、編集内野グラウンドは独特の黒土である。鹿児島、岡山、鳥取、大分など、日本国内の黒土と、中国福建省の白車をブレンドしている。季節の雨量や太陽光量などを考慮し、春は白車を多く、夏は国土を多く入れるなどして、ブレンド具合を変えている。内野で激しい動きを見せるボールの行方が、 スタンドの観客にも見えやすくするための配慮である。当初は淡路島の土が使われていた。土質には研究に研究を重ね、同じ頃に売り出した甲子園住宅地の売価が当日壺あたり40円であったところ、球場の土には壺あたり50円を費やしたという。高校野球では出場選手がこの土を持ち帰ることが慣習になっている。詳細は 日本の高校野球甲子園の道、三照芝、編集外野グラウンドは、フェンス際を除いて、日本のプロ野球の本拠地としては、希少となった天然芝である。会場当初は、外野も土のグラウンドであったが、1928年12月から1929年2月に、かけて芝が張られた。天然芝については、1982年から、 オーバーシードと言われる芝のに模索方式を採用している。夏芝、ティフトンと冬芝、ペレニアルライグラスを用いることによって一年中緑の芝生でプレーできるようになった。夏芝から冬芝への切り替えが9月下旬から10月上旬、冬芝から夏芝への切り替えが4月下旬から5月上旬である。2009年オフには同じ品種のものに張り替えられた。 撤去したものは大阪府と兵庫県の公立校に譲渡されている。外野が天然芝の球場ではフェンス際は芝の育成が難しいために通常はウォーニングゾーンも兼ねて土となっているが甲子園球場ではフェンス際まで芝が張られておりウォーニングゾーンは白線を引くことにより設けている。外野フウルライン付近は2008年まで白線に沿って土のままであったが 阪神タイガース選手会からの要望により2009年により芝が植えられ、芝の上に直接白線が引かれている。外野フェンス際のわずかな部分は天然芝ではなく赤土であった。ただ、これまでは、雨天時にはこの赤土が流れ出してしまうこともあり、整備に手間がかかっていたことから、2018年シーズンにより、フィールド内では初めて人工芝とする。マウンド。 編集マウンドの投手版後部蛇口を使用して、ナイアグランドの水巻き作業甲子園のピッチャーズマウンドは、国土を使用することから一般的な球場のものと比べ柔らかいとされており、多くの投手から投げやすいとの評判が高い。その一方で、硬いマウンドに馴染みが深い外国人投手が、その独特な柔らかさへの順応に苦労することもある上、え、 日本人投手の中にも速球派投手、長身投手など硬いマウンドを好む選手も少なからず存在することから投手の好みに応じて柔らかさを調整しており特に阪神の主催試合においてその試合の阪神の先発投手に合わせてマウンドを整備しているという近年ではあらかじめ踏み込み部分の土を硬い仕様にしていたりマウンド自体を従来より硬いとされる素材の土を 使用して作り変えるなど、マウンド効果を推進する傾向にある。投手番後部には、放水用の蛇口がある。試合前に7から8人の整備員が一列に並んで、内野全体に大型のホースで水を撒いており、高校野球のテレビ中継では試合前にこの姿がよく放映されている。この水は井戸水で海から近いために若干の塩分を含んでおり、引用には適さない。 かつて近畿で真夏に異常活水に見舞われた時、井戸水を使用していることを知らない人たちが水の使いすぎと問題視したこともあった。ベンチ、編集ベンチには2列のプラスチック成長椅子、フェンス際の座席バーと計3列の座席が設置されている。前列ベンチ及びバーは露店となっているが、雨天時には巻き上げ式の屋根を競り出せりでせまた、火器の暑さ対策として、 エアコンが装備されている。一塁側、三塁、側ともに、ベンチはグラウンドより下に掘り下げられているため、野手がファウルボールを追いかけて、ベンチに突っ込んでしまうと、頭から落ちてしまう危険性がある。実際に、2008年3月の改修直後の、お披露目で、当時の岡田監督などから転落の危険性と、天井の低さなど数箇所の不備を指摘されたことで、急遽再工事で改修され、 現在の姿となった。改修以前のベンチは3列であったが、2008年シーズンより2列に変更された。その後、ベンチ全体がグラウンドより低い位置にあるためサインが伝達しにくいとの改善の要望が現場から出たことから、2018年度開幕に合わせて、まずはズーム、ズームスタジアム、広島などでも採用されているメジャーリーグスタイルに改修 従来の2列ベンチに加え、前列ベンチとフェンスとの間に背もたれのない座席バーを設置した。また、合わせて空調の増強も行われた。ベンチ裏は階段を降りると控え室となっており、ここに大型の鏡が設置されているので控え選手は素振りでスイングのチェックなどができる。なお、これらは3類側のみ、スタジアムツアーで見学が可能となっている。フェンス。 編集前日の通り、ガイアフェンスは独特の形状となっており、特に、ファウルポールキワーは、クッションボールの処理が難しい。フェンスの構造は、ラバーと金網の組み合わせという一般的なものだが、ラバーは2004年から、太陽工業製のメジャー風の厚いものとなっており、ラバーの最上部で打球が跳ねることも多い。なおアルプススタンド部分のラバーは2009年より、低陣ファイバー製である。 現在のラバーにする以前にもラバーの最上部で打球が跳ねることがあり、ラッキーゾーン撤去元年には、いわゆる幻のホームラン事件が起こり、ルールに新たな取り決めが加えられた。ガイアフェンスの高さは公表されていないが、沢柳正義は2.6メートルとしているほか、3.0メートルとされることがある。アルプススタンド1階内部は、簡易室内練習場となっており、 プロ野球では1999年からここにあるブルペンを使用している。投手交代時はリリーフ投手がここから移動してアルプススタンドとガイアスタンドの間にある通路からリリーフカーに乗ってマウンドに向かう。室内練習場になる前は一塁側は体育館、三塁側は25メートルの温水プールであった。三塁側の室内練習場は床が高くなっている。 三塁側室内練習場の外にはマンホールが多数設けられているなど、元がプールであったことを彷彿とさせる部分が今も確認できる。高校野球の試合時は、室内練習場は次の試合に出場するチームのウォーミングアップ場として使用するため、ファウルグラウンドに仮設ブルペンをバッテリー一組分設置する。2007年オフの改修以前は、 バッテリー二組分が常設されており、ラッキーゾーン撤去後しばらくは、プロ野球でもこちらのブルペンを使用していた。2007年の改修以降は、ファウルグラウンドが狭くなったために、プロ野球開催時は撤去するようになったが、2013年からは、再び常設となった。しかし、プロ野球開催時に使用されることなく2017年6月に、再び撤去され、 高校野球開催時のみに設置させることになった。1991年以前は、ラッキーゾーンにブルペンがあったため、リリーフカーもここから出ていた。車両の採用は1960年代途中からで、あったが自動車ではなくバイクであった。1970年代終盤から自動車やサイドカーとなったが、ラッキーゾーン撤去時に一旦廃止され、 後1999年にブルペンの変更に伴い復活した。リリーフカーは1999年の復活から2011年途中までは、ダイハツ工業製の電気自動車を使用。一類側リリーフカーと三類側リリーフカーの違いは、カラーリングのみ。以前は三類側リリーフカーの右側にカーテンが設けられていたが、2011年よりカーテンは外されている。 この2011年のシーズンからメルセデスベンツの日本法人がスポンサーになりカラーリングも変更されたのに続き9月13日からは3代目としてスマートフォーツーを導入した2016年より車両が4代目となる新型スマートフォーツーに更新されたリリーフカーは内外野のスタンドの狭い隙間を通って出入りするためスタンド内に戻る際はフェンス手前でターンして バックで入庫している。室内練習場は当初1978年に三類、ガワアルプススタンド下に設けられたが手狭であったため、2004年に新たに甲子園水上競技場跡にあったテニスコートの一部を転用して室内練習場が作られた。総工費は約9億円で広さは3600平方メートル。一塁側と立橋でながれている。基本的に タイガースの選手用であるが、他球団の選手が使用することもある。また、2009年度第1回の12球団合同トライアウト会場としても使用された。旧レフトスタンド照明塔を横から撮影回収後のレフトスタンド照明塔銀山の上の2機と照明塔4機で構成されている。この構成は1956年の新設時のままで、あるが、 形状とランプの位置は異なる。銀山の上のものは新設時のものより細長くなっている。2008年の外野席改修工事実施までの照明塔はスタンドに直接設けられていた。一つの照明塔につき二本の柱が観客席内に建てられていたため、柱の直後の観客席からは大幅に視野が狭められていた。2009年から スタンド外の2本とスタンド最上段の2本の鉄柱で支える方式となり、外野の2本には大型看板が設置されるようになった。一部外壁はすでに最上部までツタに覆われている。完成当時の球場外壁はコンクリートのままであり、1924年12月に安価で見た目を向上させる策として外壁を覆うツタが植栽された。 正面の7号門と8号門の周りには、日当たりの悪いところでも生育しやすいウコギ科のツタを、その他の部分は冬に葉を落とす、ブドウ科のツタを採用し、半身園芸の手で管理されていた。かつては約430株ほどが植えられ、葉の総面積はおよそ畳8000畳分あると言われた。このツタは、リニューアル工事に伴い一旦取り払われ、 外壁をレンガで覆った後に再び植えられている。ツタを取り払った後で、レンガ割りにするまでは代わりにツタをイメージした緑のパネルで外壁が覆われていた。ツタは2000年に高校野球20世紀メモリアル事業の一環として、全国の高校野球連盟加盟校4170、そのうち生育状態の良い苗が233校から集められ、2008年6月14日、 ツタの里帰りとして、甲子園球場に植えられ始めた。この233校の名前を刻んだ名板が、レフトスタンド照明灯支柱の根元にある。約10年がかりでツタに覆われた外壁に戻る予定。ただし、球場正面はガラス張りに変更されている。バックスクリーンビューから撮影した、スコアボード時計台形が、特徴のメインスコアボードは、 現在の球場のシンボルマークになっており、立体商標にも登録されている。現在のものは3代目。なお、2代目以降、オード経過には、聖子、3代目の途中2001年頃から、シティズンの広告が入る。2002年から2008年までは、右側オーロラビジョン下部に、トヨタ自動車、2010年の途中から LED、掲示方式で、 プロ野球児のみ点灯する三井住友銀行の広告が入っている。2019年には照明内蔵の立体文字に変更された。照明が点灯するのはプロ野球児のみでデーゲームでも点灯する。サブスコアボードの両サイドに2009年は金伝と奥村組が、2010年は奥村組とビルボード大阪が広告を出している。試合中のファウルボールのアナウンスは、 プロ野球開催時は、スコアボード前面に、アニメーションで注意喚起され、アナウンスは、自動放送されるが、高校野球では、スコアボードの右下半分に注意画面でアナウンスは、うぐいすじょうが行っている。歴史、編集初代、編集初代スコアボード。1933年全国、中東学校優勝野球大会、中京商業大明石中学の延長25回の、 激闘を物語る。解説当時の甲子園球場のスコアボードは、得点掲示のみをする仮説の板であった。これは1924年の夏の高校野球の開催に間に合わせるために球場を建設したため、常設のものが間に合わなかったためである。1925年に選手名も表示するスコアボードが正式に解説された。 この当時から球場独特の明朝体の選手、チーム名表記がなされていた。位置は両方とも現在のセンター候補ではなくやや、ライト寄りに位置していた。この頃にはまだ、バックスクリーンの概念がなく、センター候補もすべて座席となっていた。しかし、当時のスコアボードは、最大で16回までしか書き記すことができなかった。1926年の夏の大会。 静岡中学前橋中学の試合は延長19回まで続き常設のスコアボードに矢倉で仮設のスコアボードを急ごしらえしてしのいだ。その後1933年準決勝の明石中学中京商業の試合は延長25回まで0から0の同点という試合となりその仮設の矢倉に0のパネルが並び続けたため見づらいということから1934年に スコアボードをセンター後方に作り直すことになった。1936年にはガイアスタンドの改築と同時にバックスクリーンが設置されている。二代目、編集二代目のスコアボードは1934年から1983年までの延べ半世紀にわたって使用された。スコアボード左側に選手名表記、真ん中に時計とボールカウント、審判団、 右にスコアを表記するものだった。ガイアスタンドは改築前でそのスタンドに合わせて建設したため、高さは現在の3代目スコアボードの半分程度であり、位置もホーム寄りだったため、ガイアスタンドの改築後は見えにくくなっていた。当初は阪神電鉄の車両部のスタッフが遠隔操作でスコアやボールカウントを操作していたが、 ナイター設備が1956年に完成すると機械部分を雨からカバーする目的で使われていたガラスが反射して見づらいことからガラスを外して手動に回収。1958年にはスコア表示を12回までとし下段はその日の試合結果を表すものに変更された。2代目スコアボードの選手名、高校野球のチーム名は すべて球場係員の手による白ペンキを用いた手書きであった。選手名はすべて明朝体に近い独特の書体で書かれており、明朝体よりもやや横幅が広いので、字全体がひしゃげた感じであった。電光掲示が少なかった当時においても、明朝体で選手名を表示する球場は少なかった。ただし基本的にはにも自分記入するのが精一杯のサイズだったために、 三文字は、まだしも四文字以上の選手名の表示や、記入作業は難しく、チーム名も広島商業が交渉となるなど、基本的には二文字分の大きさだった。書体ともども、職人芸といえる高度な技術が必要であった。さらに作業は、スコアボードの裏側で行われたため、下記は屋外以上の熱気がこもり、肉体的にも、消耗度の高い大変な作業であった。 プロ野球の選手のものは消えないように処理されたものが使われていたが、それ以外のものはすぐに消せるものが使われた。プロ選手のボードは金属製であったが、高校野球用はベニヤ板だった、との証言もある。高校野球において、プロ選手と同じ名字の選手がいた場合は、プロ選手用のボードを使い回すこともあった。高校野球の宇宙の試合においては、 手書きの部分のペンキが雨で流され、時間の経過とともに、この状態はよく、涙を流すとか、花を垂れるなどと表現されていた。これらの特徴も、また甲子園球場の独特の雰囲気を演出していたため、二代目のスコアボードへ強い思い入れを持つオールドファンは多い。1979年には、バックスクリーン部分に二面広告装置、トライビジョンが設置された。 ホームランが出た際にはこのトライビジョンの周囲の電飾が発光するようになっている。トライビジョンは3面であるが、うち1枚はバックスクリーンのためのものである。3代目、編集から明かされた電光掲示板スコアボードの右半分その後、球場開設60年を機にスコアボードの近代化を実施することになり、1984年に2代目をモチーフにした。 電光掲示板を設置した。高さと位置はガイアスタンドに合わせたもので、表示部分より下側はバックスクリーンとなっている。トライビジョンはそのまま残したためバックスクリーンが前後二つになる形となった。発光素子は白色電光を用いて日本初の白黒ボードとし、二代目の雰囲気を残した。イニング表示は関数字のままで、 イニング単位のスコア表示は10回までに省略されたが、新たに合計得点、ヒット数、エラー数も表示できるようにした。延長戦で11回以上となった場合は、1回から10回のスコアをすべて消去した上で11回の得点を1回のところに、それ以降の回は、イニング数の下否とけたと同じ関数字のところに表示していた。スコア部分は、チーム名や、 各イニング得点などの部分ごとに分割されていた。スコアの下には白黒の大型フリーボートがあり、プロ野球の試合中では打席に立った打者の打率とホームラン数が表示され、阪神が勝利した試合ではヒーローインタビュー後の6個をおろしが視聴時に白黒アニメーションが表示されていた。バックネット裏のサブスコアボードも同時に電光表示化され、 本体と同じスコア表示とボールカウンター、プレイの記録の表示ができるものとなった。1992年からは、急速表示もされるようになった。1993年から、右半分は、三菱電機のブラウン管方式オーロラビジョンを採用して、スコア部分も含めた全面フリーボードとなり、カラー化された。6個おろしが表示のアニメーションが、カラー化されたほか、 動画が取り込めるようになったため、試合中のリプレイ放映や公衆交代時にコマーシャルが放映されるようになった。電光化されたイニング表示もそれまでと同じものが踏襲されており、更新されなかったサブスコアボードに合わせている。11回からは10回までのスコアを消去した上で11回からのスコアが入力され、11回以降のイニングの 関数字は1文字分のところに2文字が縦書きで表示される。スコアのイニング表示は大会の規定イニングまでとなる。プロ野球時の打者の打率とホームラン数も以前とほぼ同じ位置に表示されている。また広告も変更されている。さらに2009年からはライナービジョンにも打率とホームラン数が表示されている。1997年には左側の選手名部分を ある程度の多色表示が可能で明るい新型の3、原色によるカラーブラウン管に更新した。それまでは攻撃中チームを横長の赤いラインで表示し、打席に立つ打者は中央にある赤いランプを点灯させて表示していたが、それらは廃止して、現在でも踏襲されているチームイニシャルの上下いずれかと打席に立つ打者の部分のみ、細い赤いラインで表示するようになった。同時に、 チーム名表示部分も拡張された。2003年9月15日、阪神のサヨナラ勝ちで、リーグ優勝へのマジックナンバーを1とした、デイゲーム終了後、マジック対象チームであるヤクルトスワローズの試合が、オーロラビジョンで中継された際には、ビジターチームのチーム名が表示される部分に2チームのチーム名が上下2段で、 選手名が表示される部分の1番打者から9番打者のところに横浜、ヤクルト戦の1回から9回までのスコアが、また10番目のところに合計得点が表示され、ホームチームの選手名が表示される部分の1番上の段には、お、横浜スタジアムと表示された。この時イニングの数字と K の文字は緑色で表示された。また、球場には電車で来るように呼びかけている。 ノーマイカー甲子園の表示も左側、選手名の欄で表示されることがあるが、この時は赤色や黄色が表示された。2005年からオーロラビジョンがブラウン缶から LED に変更され、よりクリアな映像が楽しめるようになった。スコア部分の文字も大きさはブラウン缶の時と同じながら1文字あたりドット数が16、16から24、24に増え、 オーロラビジョンは491,520個の LED によって構成された。2009年からは、銀さんの更新とともにサブスコアボードが更新され、スコア表示部がメインスコアボード同様のフリーボードに変更された。メインサブともにレイアウトが自由になったのを機に、高校野球時は、イニングスコアの10回の部分をなくして1回から9回までの表示とし、チーム名の部分を それまでの3文字表記から4文字表記できるようにした。なお延長時には10回から新規に表示し直している。メインスコアボード、サブスコアボードは2010年オフに改修が行われた。メインスコアボードは左側の選手名部分を動画も表示できる LED フリーボードにし、ホットモッドフィールド神戸に次いで日本2つ目の二面式ビジョンになる。 中央下部のプレーの記録表示と審判名表示が統合され、LED 化し、試合経過時間、守備交代経過時間もここに表示できるようになった。また、サブスコアボードと共にアウトカウント表示もサボーから、国際基準のビジに変更された。投球数も表示されるようになった。従来からあった右側のビジョンも更新が行われ、解像度、動画表示性能が向上している。 通常は時計下にあるビソランプを利用するがメインスコアボードにビソを出すことも可能。2018年シーズンオフから2019年春にかけてスコアボードを一面の大型ビジョンとする改修計画が発表され、2019年3月4日にマスコミ関係者向けに披露された後、9日のオープン戦から使用を開始した。主な改修内容は以下の通り。 2020年シーズンからは、まず選抜高校野球大会で登板中の投手の当日の投球数の表示がなされる予定であったが、同大会は中止となった。プロ野球では、従来以上に、スコアボード感を出すため、スコア部分下のフリースペースにおける守備チームの、ポジションごとの選手名表示は、真上からの俯瞰した平面ではなく、ホームベース側から見たり一体的表示とし、またチーム名、 選手名の表記は、秒長体を踏襲するが、チーム名、選手名枠やイニングのスコア表示枠を立体的に見えるよう枠を縁取らせて表示させている。またこの回収により、プロアマを問わずイニング表示は9回までとなった。表記、編集会議を表記される、選手名スコアボード左側の選手名及び、高校野球児のチーム名は、電光化された後も手書き時代を踏襲して、 明朝体の字体で表示している。選手名部分は漢字で3文字分が表示できるようになっており、同一チーム内に同性の選手がいる場合に表示する。下の名前の1文字は一回り小さい文字が右下に寄せて表示される。ただし、俊介やヤマトのように下の名前のみで登録されている選手や韓国または台湾出身で3文字で表示される選手の場合は、 全て他の漢字と同じ大きさの文字になる。2018年以前は、スコアボードの性能上、一行では、最大で6文字までしか表示できなかったため、特に外国人選手などで選手名が7文字を超える、場合は、口述のように文字を小さくした上で、枠内に2行で表示するなどの方法をとっていた。また、韓国や台湾出身の選手では1文字で表示する、場合と3文字で表示する場合があるが、 これは、それぞれの所属チームでの表記に合わせている。なお、メッセンジャーは7文字だが、と、矢の表示を工夫して、一行で表示した。また、2019年のスコアボード全面化後は表示の性能が向上したことで、7文字を超えても、一行での表記が可能となり、マルティネスは、R ・マルティネスと、実質8文字で一行で表示された。 DH 制採用の試合スタメン発表時のアニメーションの一部普段は使用する機会が少ないが、DH 制に備えて選手名は10人分確保されており、9番打者の右横が投手枠となる。また、試合開始30分前の先発バッテリー発表時には9番目の枠に、投手10番目の枠に、保守の名前を表示したが2011年からは右側に、 両方表示するようになったため左側に保守、投手名は書かなくなった。2017年5月5日から7日の対、広島戦ではゴールデンウィークの特別企画、ゴールデンウィーク子供祭りの一環として、子供連れのファンにも選手を覚えてもらう目的で、日本人選手に限り表示をひらがなにする試みを行った。2018年以降のゴールデンウィークのうち子供の内、避内 その前後にあたる主催試合でも同様に日本人の選手名、審判名をひらがなで表記した。左側がフリーボード化されてから選手名表示にアニメーションが加えられている。審判員の名前は2018年まで旧審と累審の4人制のみの対応だったためプロ野球のオールスター日本シリーズ開催時の外審は名前が表示されなかった。プロ野球開催時で 外心がいる場合、2018年までは試合開始前にスコアボード右側のカラースクリーン部分に並列する形で表示して紹介していたが、2019年からは文字の大きさを小さくして6名分表記するようになった。審判の名前の上には2010年まではアンパイアと表記されていたが、2011年以降は ウプイヤーズと LED による複数形の表記に変更されている。球身の表記は2010年まではプロ野球12球団の本拠地の中では投球場が唯一チーフアンパイヤーの略である CH を用いていたが、スコアボード回収後は他球場と同じくプレートアンパイヤーの略である PL に変更され LED 化された。また、類進の表記は 一類 IB、二類 IIB、三類、ファイブのように、ローマ数字と B の組み合わせとなっており、これも回収の際に LED 化された。ヒット、エラー等の判定は審判の名前の上にある横3文字分の枠の中に、ヒットの場合は、H、エラーの場合は、E とエラーをしたポジションの数字が表示される。1ヒット1エラーの場合は、HE7 のように表示される。 また一つのプレーで二人がエラーをした場合には E53 と表示される。フィルダースチョイスの場合は FC と表示される。2011年の改修以降は担当審判と時計カウンターを表示する部分と一体化されている。スコアボードのチーム名は電光化されてから漢字3文字までしか表示できなかったため、高校野球時には地弁和歌山は地弁。 コマダイトマコマイコマダイトマなどのように工夫して表示してきた。この表示方法は NHK や ABC テレビの高校野球中継でも用いられることが多かった。また、1991年夏の大会では同盟の高校を区別するため詰めれば3.5文字入ることを利用して、地弁和歌山は、地弁、地弁学園な、地弁、大阪桐蔭大、桐院。 東院学園神、東院と中点付きで表記された。このうち、地弁は香山のみ1997年まで、中点付きの表記が継続された。ただし、秋田警報大付警報大付日高中津文庫日高中津と4文字で表示された、例がある。また公明表記は原則として、新字体を用いるが、2014年選抜の白王台足利川新字体の、 カモメではなく正式な表記のカモメが用いられた。2009年の選抜大会からはバックネット上のスコアボード回収を機に高校野球時に限りイニングスコアの10回部分をなくし1回から9回までを1イニング分ずらして表示することでチーム名が漢字4文字まで表示できるようになった。2014年選手権では日大鶴ヶ丘が5文字で表記されている。 ただし、早稲田佐賀早助が、国学院、久賀山国久に山のような省略を余儀なくされる。場合や、早稲田美そ美、新潟ひがた里き鹿児島美、上野し、かる、ちべ和わかやま、かなどの伝統校の中には、表記を変えないように要請したり、県議不詳のように特典側の表記変更と同時に、選手名側の表記も変更義父省県議不詳した、学校もあった。 なお右半分のフリーボード改善は、下部の試合結果表示部分で表示が2試合分までの、場合は、チーム名が6文字まで表示されていた。この際のチーム名は、他の部分で使われている明朝体ではなく、ゴシック体で表記されており、1990年選手権大会での、最最高は、ゴシック体の、こが表示できず、やむなく、ひらがなを使用し最最高と表記された。 表示が3試合分の場合は、通常通り明朝体での3文字表記となっている。選手名側のチーム名は、通常4文字以上の場合は、上下2段に表記し上下段ともに、最高3文字ずつであるが、表示部分が拡張された1997年以降は、市和歌山省、市立和歌山省市和歌山、県和歌山省、県立和歌山省や九州国際大付九州。 国際大付日本航空石川日本航空石川、自由が丘、二小学石台付二小学社大付東海大熊本星小東海大熊本星、小など、三文字以内ずつに分けにくい場合は一段が四文字で表示されることもある。枠内には余裕があるため、2005年選抜大会では四文字の部分は枠をフルに使用し、 通常と同じ大きさで表示されたが、2006年以降は、中央の3文字分2眼の部分に通常より小さい文字で表示されている。1996年以前は、このような場合でも4文字で表示されることはなく、秋田警報台付けは1990年の選抜大会などで秋田警報台と表示されていた。また、東京都市大、塩尻都市大塩尻。 岡山山陽岡山山火、中京学院大、中京中京院中京のように4文字以内ずつに分けにくい場合はチーム名の一部が省略される。2019年の改修後、テスト表示では得点側、選手名側ともチーム名に5文字まで表示可能なことが確認されているが、実際の試合ではいずれも4文字までの表示となり、従来の表記が踏襲された。 プロ野球の試合では2019年まではどちら側のチーム名も漢字ではなく東京ドームのスコアボードと同じようにアルファベットの略称で表示されていた。高校野球ではボーク、守備妨害など観客からはわかりにくいプレーや判定に対し場内に説明がされないので表示してほしいと要望があったことからこのようなケースの際には2001年より スコア表示のもとに判定を表示するようになっている。一方、プロ野球では申告敬遠の際のみ、スコア表示のもとに、申告敬遠と表示される。また、現在のバッターが誰かを表示するランプは2代目スコアボードの時から、上段のビジターの選手名と下段のホームの選手名の中間に9個の赤いランプが付けられていた。3代目スコアボードにも9個の赤いランプが、踏襲されていた。 1997年からは、ランプと、それまで選手名とポジションの間で攻撃中のチームを、表示していた赤いラインを廃止し、選手名ごとに区切った短い赤いラインで表示するようになった。2019年からプロ野球での試合に限り、出塁している選手は緑色のライン、格子交代後の先頭打者は白いラインで表示されるようになった。 他の球場の多くが、代打のポジションを H、PH、大走のポジションを R、PR としているのに対し、甲子園球場では、代打は、だ、大走は、そうと漢字表記しているのも特徴である。ただし、オープン戦など、DH 制で行う場合の指名打者は、DH、投手は、P と表記されている。高校野球のアナウンスで、工業、商業、 学園、学院、実業がつく。学校名は原則として対戦校と高科生賞のみ、工業高校、商業高校、学園高校、学院高校、実業高校という。それ以外は、工業、商業、学園、学院、実業という。またスターティングメンバー発表時や初打席の時には、背番号を言わない代わりに選手名は、君つけで言うほか、 審判紹会時の締めの言葉が以上でございます。ではなく以上4子でございます。といったプロ野球との言い回しの違いもある。2019年3月からメインスコアボードが一面の大型ビジョンに変更されたのに伴い選手名、スコアの表示位置がプロ野球と高校野球で異なる。バックスクリーン横、ライトガイ席からバックネット方面を望む。 銀山下に、甲子園、ライナービジョンが設置されている。2008年オフの銀山回収の際に設置された、三菱電気製リボン状 LED ボードである。サイズは縦1.2メートル横249.6メートル。アメリカでは広く採用されているもので、日本初として2006年に採用が発表されたが、設置は、クリネックススタジアム宮城。 千葉マリンスタジアムに先行されている。プロ野球の試合では、タイガースの応援や、選手紹介の映像動画、CM、打席に立った選手のシーズン通算成績と当日の、打撃記録、デジタル数字表示による、ボールカウント、打球場速報などを、高校野球でもその日の試合結果を表示する。また、NTT ドコモ提供で、ドコモ応援甲子園をファンからメッセージを募り、試合前、 イニングのインターバルを利用して応援メッセージが流されている。当初、プロ野球公式戦の阪神主催試合のみだったが、2012年の夏の高校野球でも応援メッセージが流された。2011年の楽天イーグルス主催試合では、頑張ろう東北と楽天イーグルスロゴ、または同チーム共産スポンサーの企業の広告を表示。タイガース主催試合では、3回裏に、 3日なんで、三菱電機の広告が表示される。初期は、水色のバッグに、三菱電機オーロラビジョン、三菱電機オーロラリボン、三菱が表示されていたが、2014年シーズンより、三菱エレクトリックが表示される。ラッキーゾーンが設置されたごく初期の頃、ラッキーゾーンに直接広告看板を貼り付けていたことがあったが、九百五十年代後半頃から、 フェンスに貼り付ける形になった。甲子園球場では、フェンス、スタンド、ベンチに広告看板を掲出しているが、高校野球の全国大会期間中は、日本高校野球連盟との取り決めで、ベンチバックネットのものについては、広告をラバー製のシートで隠している。高校野球の兵庫県大会、あるいは1998年に開かれた。 トリプル A アジア野球選手権大会の時は広告フェンスを隠さず通常と同様の状態で試合を行っている。外野フェンスに関しては選抜高等学校野球大会時のみ歴代優勝校の校章と公明優勝会が書かれた白い交番を掲示していた。この交番は1932年の第7回大会から掲示されていたが1984年の 第56回大会2日目第1試合に行われた佐賀正体高島の試合において、外野でワンバウンドして、ラッキーゾーンに入る、本来ならば、エンタイトル2ベースとすべき当たりを審判が間違えて、ホームランと判定してしまう事件が起きたことから、その翌日から伝統の交番は撤去された。これは交番が白くて大きいために、ボールが見えにくかったためである。 フェンス部分は1983年夏の大会まで内外やすべて脱着式だったが、1984年に内野部分にラバーが貼られるようになってからは、内野部分の広告はそのまま露出し、外野部分とバックネット付近の広告を隠すようになった。左中間、右中間にある大会名表示は、春の大会は1985年第57回以後、 白パネルから緑地白文字のシートで広告を隠す方式に変更。夏の大会はもともとから緑地白文字で1985年の第67回大会までは1文字ずつ切り離したパネル式のものだったが1986年の第68回大会以後は春の大会同様シートをかける形になった。1992年にラッキーゾーンが外され外野に ラバーが貼られた際には、大会名の入ったグリーンのシートで広告を隠すようになった。1995年選抜大会には、阪神、淡路大震災の復興を記念する文言が、宇宙館側に、復旧作業のお礼を示す文言が、左中間側に、また2008年の第80回記念選抜大会には、大会か、今あり手の歌詞の一部、今あり手、未来も扉を開くが、 宇宙館側にそれぞれ掲示された。2010年からはガイアフェンスの広告をそのまま出すことになり、大会名はバックネット付近のフェンスに掲示することになった。これはガイアフェンスの広告を提供する14の企業、団体がガイア石化に新設された甲子園歴史館の共産者となったため、この共産者から歴史館の運営費用を捻出するためと歴史館に 高校野球に関する資料を大量に展示したためである。このため、高校野球大会を主催、公演する高野連、朝日、毎日の両親聞社と協議した上で、高校野球期間中もフェンス広告を隠さないことになった。本類広報のフェンス広告は1980年代前半から2004年までは、金棒が2005年から2016年までは江崎、グリコ及び、 グリコ乳業が2017年から2019年まではサンスター及びアットホームが2020年からはコナミが広告を出している。2005年から幕巻取り式による電動で複数の広告パターンを交代で出せるようになり2013年オープン戦からはそれまでの緑地白文字のモノクロ広告からカラー広告が中心となった。試合前の打撃練習中の際 阪神甲子園球場の幕が出ている時がある。オールスターゲームや日本シリーズの時のみ、共産企業の広告となる。なお、高校野球の時は2005年までは、広告部分は緑のシートで折って隠され、電動表示幕変更後は広告のない緑一式の表示を出していたが2010年選抜大会から大会名表示を行うようになった。大会名は、 バックネット左側、主催団体表示は、同右側のそれぞれ回転広告看板に表示される。なお、バックネット裏とベンチ側の広告は従来通りシートで隠してある。セパ交流戦開催期間中のみ、本類広報のフェンス広告の横に、日本生命、セパ交流戦の広告文字が追加される。2008年は交流戦終了後も本類向かって、 左側のフェンス広告横のみ、セパ交流線だけを削除した日本生命が提出され、2009年も開幕時からそのまま継続して提出された。日本生命の広告は2014年公式戦まで、続き、同年の日本シリーズは SMBC 日本シリーズ2014、2015年シーズンからは j イテクトに変更されている。また、外野入場口のうち、 グラウンド祭前列にあるコカ・コーラウエスト提供の看板は普段コカ・コーラやジョージアのものであるが夏の高校野球期間中はアクエリアスに差し替えてある。2011年は東日本大震災被災地への復興支援として高校野球では頑張ろう。日本をプロ野球ではみんなに笑顔を届けたい。をそれぞれ随時表示している。また同4月のパリーグ公式戦。 楽天対オリックスでは、頑張ろう東北の広告を掲げている。2012年の楽天主催試合では、エディは6月1日楽天エディにという広告が掲示された。日本生命の広告はシートで隠してあった。2013年は江崎グリコの広告に、色がつきさらに同社が主催する、キャッチフレーズ大賞で、グリコの商品のキャッチフレーズが載ることになった。 スコアボード下の壁面の内バックスクリーンに該当しない部分には三菱電機が広告を出している。2018年現在は三菱エレクトリックオーロラビジョン。その部分はプロ野球時の試合開始前、公主交代時、本類打時、試合終了後に点灯する。過去には三菱ビデオファンタス、モバイルは三菱電機、携帯は三菱電機、霧神ネムーブアイなどと出していた。 トライビジョンの広告は、1979年から2004年までは、カネボー、2005年から2016年までは、クリコグループ、2017年からはヤマキューが広告を出している。1979年から1996年までは、トライビジョンという名称で、1997年から2010年まで、ペンタビジョンの名称であったが、2011年3月、 バックスクリーンが回収され再びトライビジョンの名称になっている。大きさは高さ 3450mm 長さ 14392mm で美味しさと健康。グリコとホームラン用のポッキーの二面広告で電動により2種類のパターンを掲示することができる。本類打字には周囲の電色が点滅するとともにホームランおめでとうのパターンが掲示される。 2010年のペンタビジョンの時は美味しさと健康グリコ、ビールにクラッツイコールクラッツ、パスカの広告が入っていた。高校野球期間中と阪神球団以外の主催試合では一切使用しない。2011年からホームラン時に電球が光る部分を LED に変えている。以前は表示中の故障により緑一式に戻らなかった時のために、 上部に巻き上げ式スクリーンが収納されていた。1999年頃に、阪神戦で一度故障により使われた。また2011年7月8日に行われた、ウエスタンリーグの阪神対ソフトバンク戦で、5回をもってソフトバンク柳田勇気のホームランの時に、ホームランおめでとう、の、ホームランまでしか表示せず、また緑に戻らなくなり、試合を中断して、 球場職員が手動で緑に戻す作業を行った。スタンド最上段には縦約2メートル横約15メートルの看板が全面に設置されていた。リニューアル工事に伴い内野スタンド部分のものがロイヤルスイート上部壁面へ移設され、外野照明等設備の両サイドがそれまでのものから縦に大きい照明内蔵式看板になっている。またこれとは別に、 銀山線単直下に横断幕形式の広告が採用されている。スタンド上段の広告は内外両面掲示だったが2019年より外側は化粧板で覆われ掲示されていない。甲子園歴史館詳細は甲子園歴史館を参照1985年にライトスタンド1階部分の一角に阪神タイガース資料館が作られた。 ここでは、選手の記念品や、チャンプ、その後ガイアスタンドの改修工事に伴う準備により、2008年の夏に展示物は一旦撤去され、夏の高校野球の期間中に、高校野球の記念品の展示を行った後、一時閉鎖した後、2010年3月14日に、レフトスタンドの1階とレフトライトスタンドの2階部分で、新たに、甲子園歴史館として、高校野球や、 甲子園ボールに関するものも展示に加えて、新規に有料施設としてオープンしている。ただ、甲子園歴史館としてもスペースが限られており、寄贈された品々全てが展示できていないなど手狭なことから、球場南側にある西宮市所有のさらちを、西宮市から借り受け、そこに新たに複合施設を建築し、球場とは新たに2階で直結するデッキを設けて2021年に、 拡張することが発表された。なお、現在の歴史館出入口とグッズショップがある球場1階のスペースは複合施設の開業を機に飲食、物販関連の常設店舗へ転用する予定。三代目野球等甲子園球場のスタンド街には高校野球を記念して建立されたモニュメント野球党が存在する。初代1934年。 夏の甲子園20回大会を記念して、大阪朝日新聞社が建設。球場北東の松林に高さ30メートルの塔の、ほか、20本の中楼、直径35メートル八段2500名収容の階段型観覧席を備え、柱には第1回大会から第20回までの優勝校、選手名は1枚ずつ同性の名板に刻まれていた。 しかし存在していた期間は短く、等は近くに新設された、鳴尾飛行場への離着陸の邪魔になると、太平洋戦争中に撤去、名盤は軍に供出され、残りの列中も空襲で崩壊、後地も戦後に、道路の拡張時に区画整理されなくなった。現在は潰されなかった名盤がいくつか残されており、そのうち第二回、慶応義塾普通部のものが、 野球体育博物館に第20回クレコ中のものが甲子園歴史館に展示されている。二大正式名称は選抜高校野球等。1958年春の選抜30回大会を記念して毎日新聞社が建設。球場西側の敷地に高さ4.5メートルのモニュメントを建設し、台座には第1回大会からの優勝校が刻まれた。 リニューアル工事に伴い、2006年に撤去。3代2010年のリニューアル第3期工事の観光に合わせて高野連、朝日新聞社、毎日新聞社の3団体により建設された。場所は、レフトスタンド後方で塔の高さは15メートル。20本の列中の一部には、春、夏それぞれの優勝公名が刻印された名板が取り付けられている。 水野スクエア2010年に一塁側場外へ整備されたイベント広場は水野がネーミングライツを取得しており、水野スクエアと名付けられている。契約期間は5年間。リニューアル前まで球場正面に設置されていた野球王、ベイブルースの日のレリーフが移設されているほか、金本智明連続全イニング、出場世界記録記念碑水野のグラブ、バット、 スパイクボールの歴史について学べるパネルが設置されている。野球の開催シーズンはライトからレフト方向へ風が吹くことがあり、浜風と呼ばれている。ただし海風でありながら昼間から強く吹くこともある。浜風が強い日は風が舞っていてスタンドの高さより上空に打球が上がった際には打球が強く風の影響を受け、野手を悩ませる球場である。 特にライトへ打球を飛ばす、左打者にとっては不利な球場であり、また右打者にとっても完全な追い風になることは少なく、この浜風で本塁打を損している選手は非常に多い。夏の高校野球の際にはライトからレフト方向に吹くことが多く、左方向の打球がよく伸びる。この浜風の特性を逆手にとって、左打者であった掛布正幸やランディバースらは、 芸術的と評される流し打ちで、レフト方向への本塁打を量産した。また、奇跡のバックホームのように、この浜風が試合結果を左右してしまうこともある。アルプススタンドと、ガイアスタンドとの間に存在する隙間は、風の抜け道となっており、浜風が舞っている日でも、右翼、ポールワへの打球はよく伸びる。赤星のリヒロが2005年に放った、唯一の本塁打はその右翼。 ポール際に放ったものである。ただし2009年の銀山掛け会によって、内野スタンド上の従来の広告看板があった場所が、金網のみになったために、風の吹き方が変わり浜風が弱まった可能性が示唆されている。球場初の日本シリーズは、阪神の試合ではなく、1950年11月25日の、小畜ロビンス対毎日、オリオンズの第3戦である。 この年はフランチャイズがまだ正式に制度化されておらず、シリーズは1試合ごとに会場を変えて行われた。1953年10月12日にも、日本ワールドシリーズ南海大巨人の第6試合が開かれたが、有料入場者は6346人で、シリーズワースト記録となった。これは、当時の規定に、第1、第3、第5、第7試合と、第2、第4、 第6試合の使用球場は、毎年両リーグが交互にこれを指定する。ただし、第1、第2試合と、第3、第4試合と、第5、第6試合の使用球場はそれぞれ連続して、同一地域にある球場を指定するとあったためで、この年の偶数試合の球場指定権は、セリーグ、つまり巨人側にあったためである。百七十二年九月十九日の阪神対 巨人22回戦の試合中に10時20分に3塁、ガワールプススタンドを20時40分に爆破するという電話があり、5回裏西で8番台だ、安藤元の不審者は発見されず、12分後試合は再開された。1973年10月22日の阪神対巨人戦、勝ったチームがセリーグ年度優勝を決める試合で、巨人が9から0で勝ち、 日本プロ野球記録の9年連続リーグ優勝を決めた。ところが試合終了後、あまりに不甲斐ない試合に激怒した阪神ファンがグラウンド内に乱入したため、巨人は胴上げを宿舎で行った。前年の1972年も巨人は甲子園球場でリーグ優勝を決めているが、この時も阪神ファンがグラウンド内に乱入したため、球場での胴上げは中止となっている。 これが後に各地の球場のフェンスが高くなった一因とも言われている。さらに2002年9月24日に巨人がリーグ優勝を決めた際も警備員は通常より多く配置された。阪神による日本シリーズの開催は1962年、1964年、1985年、2003年、2005年、2014年の6度となっている。 このうち3度は甲子園球場で相手チームの胴上げを見ている一方で、阪神が唯一日本一になった1985年は西武ライオンズ球場で日本一になったため、阪神の日本一の胴上げは甲子園球場では一度も行われていない。1985年の日本シリーズ第4戦の有料入場者数は5万1554人で、これは 日本シリーズの最多入場者数記録である。1992年9月11日の阪神対ヤクルト18回戦では、日本プロ野球史上最長試合が行われた。3から3と同点のまま9回裏に入り、西走者1塁の場面で、阪神、八木博士が放った打球は一旦は、本塁打の判定がなされ、ヒーローインタビューのお立ち台まで用意されたものの、 ヤクルト側の抗議を受け審パンダンが協議した結果、判定が大襟二塁打となり、得点も認められなかった。今度は、阪神が抗議を始めたため試合が中断し、後に、阪神側が二塁打の判定を受け入れ試合が再開されたが、結局は延長15回引き分け、試合時間は6時間26分にも及んだ。二千年九月十二日の阪神対巨人十六回戦は、 前日の東海豪雨で東海道新幹線がストップし、列車内に巨人の選手が閉じ込められて、甲子園球場に到着できなくなり、中止となった。2011年3月11日、この日発生した東日本大震災の影響により、楽天が本拠地球場として使用している宮城球場が損壊し、 修繕のため同球場での試合開催が4月28日まで不可能となったため、阪神球団の行為もあり、4月15日同17日に楽天対オリックス戦が同球場で大体開催され、3日間で計6万3000人が来場した。パシフィックリーグ球団主催による公式戦の開催は、現行の2リーグに分立した1950年以来、初の出来事であった。 場内アナウンスは日本製紙クリネックススタジアム宮城に順じて行われた。なおリリーフカーは使用されず、リリーフ投手は IB シートとアルプス席との間の通路から登場、そのまま走ってマウンドに向かった。翌2012年も前年の開催が好評だったことを受けて4月10日に楽天対西武線を東急場で開催し、平日ながら2万2千人が来場した。 楽天は当初2013年以降も東急場で主催試合を開催する意向を示していたが2013年以降は組まれていない。同じく2011年10月19日この日行われていた横浜戦で阪神の選手がゴロを打った際に折れたバットがスタンドに飛び込んできて女性の観客の顔面を直撃し女性は傷跡が残るほどの怪我をした。女性側は ネットなど安全設備に不備があった上に、観客への注意喚起が足りなかったなどとして、試合を主催していた阪神タイガースに対し、約1、300万円の損害賠償を求め、神戸地裁山が先支部に提訴した。2016年5月8日、この日行われた東京をヤクルトスワローズ戦で、空から魚の死骸が落ちてくるトラブルが発生し、試合が一時中断した。 過去には2003年8月27日では5回裏、途中に猫が2013年8月31日では5回表の直前にイタチがそれぞれグラウンドに乱入し試合が一時中断している。2017年5月5日から7日の対広島戦では子供の日にちなんで日本人選手と審判員についてはスコアボードでひらがな表記とした。2018年以降も 同様の企画を実施している。2017年9月8日の対 DNA 戦で、鳥谷隆が通算2000安打を達成した。阪神のハエヌキ選手が甲子園球場で2000安打を達成したのは、これが初である。また、打球団では、大沢田春と若松勤が甲子園球場で2000安打を達成しているが、奇遇にも甲子園球場で2000安打を達成した3。 選手はいずれも背番号1の左打ち選手である。2018年9月9日の大巨人戦では、小雨が降る中で試合を強行したが、途中から雨足が強くなり4回表終了時に一時中断。一旦は雨足が弱くなったものの再び強くなり、結局はノーゲームが宣告された。中断時間は一時間十八分にも及び、甲子園球場における降雨での中断としては、 過去最長となった。2018年のシーズンにおいて、甲子園球場で、ホームランを最も多く打った選手は、DNA の外であり、阪神以外のチームの選手が、同一シーズンで最も多く甲子園球場で、ホームランを打ったのは61年ぶりであった。同年の阪神選手では、福留孝介と糸井義雄の5本が最多であり、阪神選手は合計で20本。一方で、 阪神以外のチームの選手は合計で48本打っており、このマイナス28本差は、ラッキーゾーン撤去後の1992年以降では、最悪であった。同年の阪神は、甲子園球場での戦績は21勝39敗2分で、借金18であったが、これも球団史上最悪であった。2020年10月19日、タイヤ来ると21回戦で、 藤波慎太郎が7回表にしから、松本智恵投じた2球目直球が甲子園、球場最速となる時速162キロメートルをマークした。また、この日の試合では、ヤクルトはアルバートスワレスが先発し、一方の阪神は9回表に、クローザーのロベルトスワレスが登板したことで、敵と味方に分かれての外国人兄弟による同一試合登板は、 プロ野球史上初めての出来事となった。甲子園球場でのオールスターゲームの開催歴は以下の通り、1966年から1987年までは3年おきに開催されていた。過去には様々なイベントも用紙のが行われたが、現在では一般向けのイベントには基本的に開放されていない。マスターズ甲子園や 草野球甲子園など特別なイベント大会が行われる程度で、さらに日中のみと条件はかなり厳しい。現在では毎年年末に行われているレッドスターベースボールクラブカップの決勝戦の会場として使用されているが、これも主催するレッドスターベースボールクラブの創設者が元阪神の赤星憲りという縁からである。ほぼ毎日行われているスタジアムツアーでも、 フィールドへの立ち入りは三塁ベンチ前の人工芝ゾーンに限定されており、土の部分には立ち入ることはできない。過去には社会人野球の大会もあった。1973年まで行われていた日本産業対抗野球大会が廃止されたことを受けて新たに作られた社会人野球日本選手権大会の1974年第1回から1979年第6回までの 大会を投球場にて行った。それ以後は、社会人野球の公式大会は行われていない。2015年8月28日から9月6日にかけて開催された WBSCU-18 ワールドカップの第27回大会において、9月4日5日のスーパーラウンドと6日のファイナルラウンドのうち、決勝戦が阪神甲子園球場で行われた。日本代表は、 ファーストラウンドとスーパーラウンドの計8戦を全勝し決勝戦に臨んだが、決勝戦ではアメリカ代表に1-2で敗戦し、初優勝はならなかった。詳細は、甲子園ボールを参照現在は、全日本大学アメリカンフットボール選手権、決勝である甲子園ボールが、毎年12月に開催されている。会場翌年の1925年から1928年までは、 全国高等学校サッカー選手権大会及び全国高等学校ラグビーフットボール大会の前身の大会の会場となった。1929年には新設の甲子園南、運動場での開催となったため、球場での開催は3回のみとなった。1994年2月19日には第10回全国中等学校週休,休選手権。 大会以来66年ぶりとなるサッカーの試合が開かれた。これは J リーグのプレシーズンマッチとして開かれたガンバ大阪対ベルディ川崎の試合で翌々年の1996年にも開催された。外野の部分を使用したが大きさが足らないために内野の一部に天然芝が仮設された。西宮市では市立のすべての小学校及び中学校、 養護学校の児童、生徒による体育大会を甲子園球場にて毎年秋にそれぞれ1回開催している。内容は学校対抗でのリレーなどのトラック競技や各中学校の吹奏楽部の合同演奏、市内全学校が小学校は地区ごとに数ブロックに分かれ、中学校は全校共同でマスゲーム、組体操などを披露するものである。 もちろん、球場のフィールド内で行われるため、参加者全員が甲子園の土を踏むわけである。つまり、西宮市立の小学校高学年、または中学校に通ったものであれば、その多くが甲子園の土を踏むことを、男女問わず実際に体験していることになる。なお、テレビなどで映されているように、球場内の土を持ち帰ることは禁止されている。小学校と中学校、 養護学校とでは別々の開催であり、それぞれ小学校連合体育大会、中学校連合体育大会と呼ばれている。中連隊は全員参加だが、小連隊は6年生のみの参加である。中連隊では全プログラム終了後には、各校ごとに校歌を歌いながら一文字や L 交換をする。球場まで市内南部の学校からはいずれも徒歩で向かうが、 北部の学校からはバスで向かっている。参加各校の生徒はスタンドで待機しつつ、観戦及び応援をする。なお、観戦場所は学校ごとに指定されているため、学校によって外野席になったり、屋根、テーブル付きのバックネット裏グリーンシートになったりで差が出る。ただし、場所は毎年順番に変わる。甲子園球場の外野部分の天然芝の中には、 ミミズが多数生息しており、特に裸足で行う組体操の時には、このミミズがしばしば参加者を驚かせることがある。また、連合体育大会開催前日には、甲子園球場近くの小中学校が、甲子園球場周辺を掃除している。甲子園球場の改修工事と重なった2007年から2009年までの3年間と、東北地方太平洋沖地震の影響で、 プロ野球の開催期間が遅くなったため日本シリーズと重なってしまう可能性が懸念された2011年は小連隊、中連隊ともに休止となった。2020年も東京オリンピック開催によりプロ野球の開催期間が伸びるため中連隊は開催されないことが決まった。甲子園球場がある西宮市では成人式式典はかつてアミティホールにて行われていたが、 元から人口が多く、ホールではすべての新成人を収容できないという問題を抱えていたため、1995年から兵庫県立総合体育館に変更して行われてきたものの、この県立総合体育館もアクセスが不便で不評であったため、2020年の成人式から甲子園球場で取り行われることとなった。同年1月13日には、 西宮市の成人式式典20歳を祝う集いを初めて開催。矢野陽代からのビデオメッセージがオーロラビジョンから流されたほか、新成人の代表がホームベース広報のファウルゾーンからネット裏に向かって誓いの言葉を述べるネット裏の座席から式典に参加した新成人が式典の終了に合わせて Z 風船を一斉に飛ばすという趣向も施された。 なお、2021年以降も、成人の日に、甲子園球場で、20歳を祝う集いで使用する、予定である。戦前は、特にいろいろなイベントが行われていた。1938年と1939年には、全日本選抜スキージャンプ大会が観客4万人を、呼ぶ人気のスポーツとして、外野のグラウンドを利用して開催されたが、長野県から運ぶ。 雪の輸送コストや天候不順が心配され、わずか2年で終わった。他にも、野外映画界や、高刈野外歌舞伎、馬術大会、戦車博覧会、1940年には、紀元2600年奉祝、講和構成大会と名打たれた、極東、東南アジア各国の代表との交流会等が開催されたこともあった。甲子園歴史館では、 このようなイベントのモノクロ写真を展示している。戦後は、球場周辺一帯が宅地化したことで、騒音問題が出てきたことや、後に、阪神間にはそれらの用途に向いた施設が多数できたこと、特にコンサートでは、天然芝である外野にステージを、設営するため大規模なステージを組むことが不可能なこと、設営前後の天候次第で芝生に大きなダメージを与えてしまうこともあり、 現在ではほぼ使用されていない。過去に東球場でコンサートを開いたアーティストには、エマーソン・レイク・パーマー、イーグルス、ミスター・チルドレン、サザウオール・スターズ、ジュディー・マリー、チューブ、水木・ナナ、マン・ウィズ・ア・ミッション、安全地帯などがいる。特にチューブは1991年から毎年コンサートを開催し続けており2002年以降、あたり球場でコンサートを開催したアーティストはチューブ。 のみであったが、25年目となる2015年に一旦、終了することが、メンバー自身によって発表された。チューブのコンサートは、当初8月末の土曜日に開催されていたが、晩年は、プロ野球との日程の兼ね合いで9月上旬の土曜日、ないし日曜日となり、しまえには、秋分の日までずれ込んだことで、ファンから、夏に見たいという要望があったことや、騒音問題があることが理由で一旦、 終了することとなった。ただ、チューブとしてはタイミングが合えば再開させる意向も示している。なお、チューブのライブが一旦終了した翌年の2016年には9月22日に阪神ファンである水木奈々がチューブと入れ替わる形で東球場でコンサートを行った。東球場でチューブ以外のアーティストがコンサートを開催するのは15年ぶりであり、 またソロアーティストのコンサートは男女を問わず、会場以来初めてのことであった。2017年はコンサートは行われなかったが、2018年はマン・ウィズ・ア・ミッションが、2019年は11月16日に安全地帯がそれぞれコンサートを行った。このほか、1991年から2006年まで学校法人立社グループの各専門学校生徒を対象とした。 野球大会ベストコリッジス公式野球選手権大会が毎年開催されていた。総価学会主催による祭典、1966年9月18日、第3回関西文化祭や1984年9月30日、第4回世界平和文化祭などの催しでも利用されたことがある。2017年11月23日には、阪神電鉄主催で、 球場内グラウンドを走ることができるリレーマラソン大会、阪神沿線駅交流甲子園リレー欄が開催され、2019年1月6日にも第2回が開催された。2020年にはチューブが甲子園ライブを5年ぶりに開催することを予定。チケットの前売りも始めていたが、日本国内で年頭から新型コロナウイルスへの感染が拡大している。 影響で6月1日に中止を決めた。その一方で同月27日の夕方にはベリーグッドマンのライブが初めて開催された。東球場を使用する予定だった第92回選抜高等学校野球大会と第102回全国高等学校野球選手権大会が相次いで中止されるなど感染拡大の影響で例年より活躍の場が大幅に狭まっている。 高校球児を激励する目的のライブで他のアーティストによる過去のコンサートと違って無観客で実施。メンバーが球場側へ直々に交渉した上で思い入れの深いライトスタンドをステージ代わりに使用した他ライブの趣旨に賛同した現役プロ野球選手19名とのコラボレーションで特別に制作されたミュージックビデオライトスタンドからすべての球児たちへが スコアボードから流された。ちなみに、ライブの模様は、YouTube と LINE ライブで配信。配信閲覧者からの投げ瀬による売り上げの一部を、日本赤十字社を通じて、感染者の治療、感染防止策の研究開発に携わる機関へ寄付する。ちなみに、ベリーグッドマンは2020年甲子園、高校野球交流試合の開催に際して、ドリーマーを書き下ろしている。 映画、編集ミスター・ルーキー2002年公開、長島和茂主演、阪神タイガース全面協力のもと、現役選手や本物の球場スタッフを揃えて、ロケが行われた。主に、ペナントレース終了後の11月頃にロケを行った、ため、シーズン中の真夏の試合のシーンでは出演者、エキストラともに、薄着のため寒さに震えながらのロケであった。 アゲイン28年目の甲子園2015年1月公開中井貴一主演2013年12月21日22日にロケが行われたなお2014年の台湾映画カナンバーワン931回の向こうの甲子園では当時の球場と外観が大きく異なるため初代の球場としてセットで再現されたテレビ番組 編集必殺シリーズ特番1986年1月3日放送の当たるトラド氏。今年も大躍進必殺タイガースでは歴代仕事人ベストオーダーの発表でスコアボードを使用した H に君といた日々2005年1から3月放送のドラマ TBS 系列全国ネットの木曜22時ドラマ枠山田孝之主演 高校野球の全国大会に出場するシーンの撮影で投球場が使用された。ただし、この時は実際の大会のようなフェンスのシート隠しはせず、またバックネットのフェンス広告は当時、回転式広告板を設置する工事が行われていたため、通常より高めの仮設フェンスを使って隠していた。プチトラ。2009年のシーズン中、 ガオラの阪神戦中継直前に放送された。ランディーズと水木奈々がこの年スタンドの改修工事が完成した球場のリニューアルポイントを紹介している。ミュージックステーション2時間スペシャル2018年8月3日放送分にて嵐が出演する際に中継先として使用された。CDDVD 編集ザ阪神甲支援スタジアム大賞昭和 平成有給の時を経て2007年夏発売。球場内の様々な位置にカメラが入っている。ただしこれはリニューアル前の映像であるため、現状とは異なっている。一度でも良いから見てみたい。日本一有名なスポーツスタジアム、阪神甲子園球場のすべて2011年夏発売。甲子園球場のリニューアルに携わった人々の、 話を聞きつつ、普段はカメラが入ることのできない場所にも入って、新しくなった甲子園球場のリニューアルポイントを紹介している。スマッシング・アンセムズ2015年11月発売、球場の外周にて、通常版のジャケットと初回限定版のフォトブックの撮影を行った。1985年10月17日と2010年3月19日に、 おはようパーソナリティ道上洋蔵ですの、1991年8月31日におはよう朝日ですの公開放送が東急城で行われている。甲子園駅西口。開催日には多数の観客で混雑するが、長年の経験から大量の乗客の扱いに慣れており、試合展開を先読みして臨時列車を運転するなどの対策が取られている。 阪神本線甲子園駅下車の経路が最も多く利用されている。甲子園駅の隣駅である鳴尾、を、向川女子、大前駅、九州川駅までは共に 1km 弱の距離である。特急列車を利用しない観客の中には、試合終了後の混雑を避けるために、徒歩でこれらの両駅を利用する者もいる。阪神南波線開業後は、大阪市小野花区からは、元より、 特に相互乗り入れ先の近鉄奈良線沿線の東大阪市、奈良県生駒市、道奈良市、さらに大阪南馬駅から近鉄特急を利用すれば、名古屋、伊勢島、道駅乗り換えで南海沿線からのアクセスも格段に向上している。また大阪ドームへの最寄り駅、ドーム前駅へも乗り換えなしで行けるようになった。JR 神戸線甲子園口駅からは約 2km 離れており、 徒歩では約40分ほど、阪神バス利用でも約10分ほど、それぞれかかる。そのため、プロ野球及び高校野球開催の時は、5下車防止のため、三宮駅及び大阪駅での乗り換えの案内の時に、阪神電鉄を利用するように案内している。バスの場合、阪神バス、阪神甲子園、または、ララポート甲子園に下車すぐ。なお、2005年以降、 プロ野球シーズン中のナイトゲーム開催日に限り、阪神バスが試合終了後に、宝塚駅と南ン駅の臨時便をそれぞれ運行しており、ゲームセットから20分後を目途に発車する。ただし、これらの臨時便は年次によって運行されない場合や、2018年2019年の、ように土曜、日曜、祝日のみ運行する場合があるため注意が必要。このほかかつては、 西宮北口駅も運行した時期があったが、現在は運行されていない。球場には観客用の専用駐車場はないため、違法駐車の防止も含めて、電鉄、球団側はシーズン中、CM や球場内、駅構内、車内アナウンス、駅ポスターなどで、来場には電車、バスをご利用くださいと頻繁に告知している。そのため、 阪神西宮駅などの少々離れた駅近くの駐車場に車を止めて、電車や路線バスで来場することを勧めている。なお、ロイヤルスイート席の利用客に限り、球場敷地内に用意された駐車場を一室につき一台分のみ利用することができる。球場より南方に1キロメートルほど下った浜甲子園、駅跡地にごく少数だけ駐車場が用意されているが、 一般客の利用はできず、あくまで高校野球大会などの際に、遠方からの来客と観戦ツアーバスのために用意されているものである。球場まで距離があるため、夏の高校野球選手権大会開催時には、シャトルタクシーが用意される。ただ、高校野球出場校の中には、事校の応援貸切バスを球場近くのマンションといった一般住宅の駐車場を、 開催期間中に借用する形で使用するケースもある。この他、観客の中には野球開催時にのみ営業する市営の駐車場や、球場資金にある商業施設のコロワ甲子園やララポート甲子園の駐車場を利用するケースも見受けられる。なお、これら商業施設の駐車場では、球場での試合開催日に限り観戦客の駐車を極力排除するため、 3時間を超える駐車には本来の駐車料金に加えて特別駐車料金として6000円を加算している。また、球場周辺のコインパーキングでも同様に試合開催日当日に限り割増料金を設定している。甲子園阪神パークが閉園した2003年までは阪神パークの南側にあった大駐車場を球場の観客向けに使用していた。また、 2002年までは、甲子園競輪場とその横にあった自動車学校の駐車場を借用することで、両駐車場を合わせて2000台以上の駐車スペースを確保していた。近年では、ベンチャー企業の秋っぱが、球場周辺で空きガレージを保有する民家と提携し、会員向けにその空きガレージを一時的に駐車場として提供するサービスを行っている。ありがとうございます。